JF マリンバンクとは、日本において、漁業共同組合水産加工業共同組合、及び、信用漁業共同組合連合会の信用事業、及び農林中央金庫のこれに対応する事業で、構成される貯金、貸付等の金融事業の総称。農林中央金庫が、いわゆる系統中央機関となる。キャッチフレーズは、 漁協貯金でおなじみの JF マリンバンク銀行における預金に相当する漁協貯金を中心に漁業者への資金融資や隠しローン、さらに三菱 UFJ ニコスの提供するニコスブランドのマリンクレジットカードの受付などを取り扱う。JF の金融事業であることから担い手支援などの漁業向け融資メニューが充実しているのが特徴。 2003年1月施行の再編強化法に基づいたマリンバンク安心システムというセーフティーネットを構築させ、そのシステムと貯金保険制度との二つの防波堤により、組合員を中心とした利用者の貯金を保護している。なお、JF マリン、バンクを称し、銀行と同様の事業を行っているが、銀行ではない。一部の県域漁協内市は、 新漁連と地域漁協のほとんどは全銀システムに接続されていないため他金融機関からの振り込みや口座振替への利用ができない場合がある。多くは漁協もしくは都道府県新漁連が運営している。一部店舗ものない県も存在する。また2017年4月には兵庫県と和歌山県の複数の県をまたぐ新漁連である。 渚信用漁業協同組合連合会が発足した。新潟県信漁連の ATM 長崎県信漁連の ATM 域ンにて撮影なお、2021年4月に福岡県信用漁業協同組合連合会が九州の各信漁連を九州合併の上九州信用漁業協同組合連合会が発足したほか、 千葉県信用漁業協同組合連合会が、東海、北陸を含む東日本地域の新漁連を、九州合併し、東日本信用漁業協同組合連合会が、発足した。さらに、2022年4月には、関西、中国、四国各地に所在する、各新漁連を、なぎさ信用漁業協同組合連合会が、九州合併し、 西日本信用漁業共同組合連合会が発足予定。これらの再編では、当該事業自体がない地域は関係しないほか、県漁連や県域漁協本体が信用事業を手掛けている地域については、これらの合流には当面加わらない予定。納税貯蓄貯金、納税貯蓄組合貯金は、農協と異なり実施されていないようで法律改正がされていない。 農協は、東京当初農業共同組合の受け皿が見つからなかったケースが、初となり、新連へ移管されることになったため、その折に、法改正がなされた。JF マリンバンクのキャッシュカードは、漁協キャッシュサービスを活用した全国の、信用取扱漁協、新漁連店舗窓口や ATM での入金、出金等の取引のほか 全国キャッシュサービスのネットワークを通じ、JA バンクをはじめ、銀行、信用銀行、信用組合、労働金庫の各 ATMCD 機でも出金取引ができ、さらに郵便局に、設置のゆうちょ銀行 ATM でも入金、出金取引が可能である。また、全国のセブンイレブン伊東洋華堂等に、設置のセブン銀行 ATM でも入金、出金取引が可能で、 平日日中、土曜日中の指定された時間帯において利用手数料が無料となっている。その後、E ネットとローソン ATM もセブン銀行とほぼ同様の条件で利用可能となり、同時に対応開始となった JA バンク同様、農林中央金庫業務企画部の勘定を経由して接続されている。最長の利用可能時間は JA バンク同様、県単位で異なる。 2010年4月1日より全国の JF マリンバンク ATM での入出金手数料が ATM 稼働時間内において完全無料となったほか全国の JA バンク ATM による出金についても完全無料化したさらに JF マリンバンクのキャッシュカードを用いてゆうちょ銀行 ATM にて入出金する場合の手数料が 平日8時45分 -18-00 の間に限り無料とされた。なお、カード振込や振替えについては、県域をまたぐ場合や、JA バンク及び、他業態の金融機関の ATM では利用できない。全魚連情報、第1686号、ありがとうございます。